はい、鹿のターンはこんな感じになりました。まあ、表面は醤油につけてたんでちょっと黒ずんでますけれども、中はこうサシの入った牛タンとあんま変わらない外見でこんな感じになりましたね。はい、じゃあこれを焼いて食べてみましょう。これ下味をつけて薄くスライスした鹿のタンなんですけれども、ちょっとですね、まあ厚さ的には結構薄く切ったつもりなんですけれども、この状態で焼いて食べると結構硬いので今回は、細切りにしてチンジャオロース的なね、まああっさりと塩コショウニンニクぐらいでネギかなんかと一緒に焼いていこうと思います。細切りしていきますね。細切りね、これでもかなりコリコリな食感が楽しめるのではないかなと思われます。最初にもうちょっと気合い入れて薄く切るように頑張ればよかったんですけどね、焼肉屋の炭塩のようにはいかないようです。ちょっと次回はもうちょっとシャーベット状からの薄く切ったやつでやってみたいと思います。今回はちょっと細切りですね。味は悪くないんだよな。こんなに細かく切んなくてもいいですかね。なんだろう、ごぼうなんかと合わせてもいいかもしれない。アスパラガスとかね、はい、こんな感じに切りました。これをホットプレートで焼いていこうと思います。それじゃあこれを焼いていきます。先ほど刻んだアスパラと鹿タン、
はい、だいたいアスパラがしんなりなったところで完成とします。じゃあ盛り付けていこう。コリコリとした食感で、はい、完成しました。鹿のタンのアスパラ炒め、じゃあ食べてみましょう。はい、じゃあ試食。結構ちっちゃく縮んじゃった感じだよね、アスパラと一緒に。うん、やっぱり細切りにして正解だったかもしれない。コリコリといい食感です。次回はちゃんと半冷凍から薄くスライスして、ちゃんと焼肉屋さんの炭塩みたいにして食べたいと思います。それじゃあこの辺で。